第四次任海大戦の火蓋が切られた。忍び連合軍と江戸天聖により蘇った強者たちが激突し、聖者と死者の入り混じる凄惨な争いが展開されていく。孤島で修行中のナルトは何も知らされていなかったが、戦争を察知し、キラー B と共に外に飛び出す。キュービのチャクラをコントロールしたキュービチャクラモードで、キラー B と共に戦場に向かうナルト。その前に、二人を止めるため、雷影 A と綱手が現れる。お前らを止めに来た。これ以上先へは行かせん。もしどうしても行くというなら、この場でお前を始末してでも止める。いろんな思いを託されてんだ。この勝負絶対勝つ。ナルトを行かせてやってくれ。お願い。こいつのことは俺が保証する。大概。何を言っている。お前たちを守る戦いだと。お前らが捕まればこの世界が終わるんだ。イルカ先生から聞いた。ならなぜ行こうとする。大馬鹿かお前らは。そのせいでみんながやられるのは我慢ならねえ。みんなが死んで戦争に勝って俺だけ生き残ったって、そんなの意味ねえ。では嫌だ。お前たち人中力は己であって己でない存在だ。国のパワーバランスであり、里の力であり、国と里にとって特別な存在だ。お前ら個人の好き勝手にはいかん。立場を理解しろ、大馬鹿どもが。このキュービの力を手に入れるとき、父ちゃんはちゃんと母ちゃんに会わせてくれた。キュービの封印を開くと、母ちゃんが俺に会いに来るようチャクラを仕込んどいてくれたんだってばよ。ほんの一瞬だったけど、その時に二人が俺にくれた、すっげえいっぱいのもんがやりきれるんだって俺を信じさせてくれる。だから失敗はしねえ。キラービーは A から、ナルトは両親から大切なものを受け取っている。それらがある限り絶対に負けない。ナルトたちは A に思いをぶつける。行くぞ。A はナルトを試すため本気の拳をナルトに向かって放つが、ナルトは見事な動きでこれをかわす。それは黄色い閃光と呼ばれた、父ミナトを彷彿とさせる身のこなしであった。A はナルトたちを認めると戦争への参加を許すのだった。ナルトとキラービーは雷影の説得に成功し、戦場に向けて再出発した。だがその前に思いがけない者たちが現れる。ペイン陸道でナルトを苦しめたナガト、そしてサスケの兄イタチ。二人は兜の江戸転生によりよみがえらされていたのだ。さて、
し寄せの術。しかしイタチは以前ナルトに施した最強現実こと天つかみにより江戸天聖から解放された。一方長門は兜に操られ輪廻丸の力でナルトたちを襲う。ナルトとキラー B はイタチの助けを得て長門に立ち向かうのだった。こんな戦いさせやがって。全盛期に戻った。ナルト、今の俺を放っては危険だ。早く俺を倒せ。分かってるってばよ。二重閃光弾、今一瞬の倒せ。怖い。ナルトの攻撃華麗で苛烈。うるせえ、封印してやっからな。冷静に俺の動きを見極めろ。お前ならできるはずだ。手をかけさせてすまないな。封印される直前、意識を取り戻した長門はナルトの物語を見守ると伝え、最高傑作になるよう檄を飛ばすのだった。こんな戦争、俺の手ですぐに終わらせてやる。俺の手でか。どんなに強くなろうとも、全てを一人で背負おうとするな。そうすれば必ず失敗する。火影になった者が皆から認められるんじゃない。皆から認められた者が火影になるんだ。仲間を忘れるな。その頃、ガーラと土影は歴代の影たちを相手に戦いを有利に進めていた。だが江戸天聖によってよみがえらされた新たな忍びが戦況を一変させてしまう。それは宇治派の伝説と呼ばれた男、宇治派マダラだった。伝説上の忍びの圧倒的な力に忍び連合の忍びたちはなすすべなく蹂躙されていく。かつて奴とは戦ったことがある。奴の相手はわしが適任じゃぜ。いや、そうはいかない。これは忍びの世をかけた戦いだ。俺もやる。もちろん俺もだ。は、本来ならお前らのおせっかいは断るところだが、今回は相手が相手、特別に認めてやる。
風影、ナルト、わしらで奴を止めるぞ。両天秤の小僧、昔一度力の差を教えてやったはずだ。あの頃と今とわしの力が同じだと思ったら大間違いじゃぜ。お前を倒し、いつとや捨てた己を拾う。もう一度完膚なき敗北を貴様に教えてやる。土影をなめるでないわ。世界はこれ以上成長する必要などない。無限の月闇の中で眠っていればいい。眠るのはあんたじゃぜ。俺を前にして勝利などありえん。そんなのやってみなきゃわかんねえだろ。終わらせてやろう。天外神聖、未来はお前のためではなく、今を生きる俺たちのためにある。勝利は俺たち忍び連合が掴む。いけるぞ。予選眼。そううまくことが運ぶと思うか。ドトン超軽銃眼の術。楽しませてくれたレーダー、消し飛ばしてやる。想像を超えたマダラの力に、ナルト、ガーラ、土影、大の木たちは追い詰められていく。しかしそこに綱手と雷影が援軍として駆けつけ、ついに現在の五影全員が一つの戦場に集結するのだった。こっちのマダラはわしらに任せ。必ず蹴りをつける。あっちのマダラはお前に任せる。それがこれからの希望を進める一歩となる。私たちはこの戦場でお前を守る。だからお前も向こうで戦い、私たちを守れ。ナルト、お前に五影からこの言葉を預ける。勝つぞ。かつてバラバラだった忍びの里が今、連合として一つになろうとしている。ならば憎しみを生み出す忍びの世のシステムも変わるかもしれない。五人の影たちはナルトにトビとの戦いを託すと、マダラへと立ち向かうのだった。リンネガンの力で元人中力たちを従え、トビが進軍を開始していた。
五影たちに送り出されたナルトとキラービーは飛びと接触し臨戦態勢に入る。絶対その面引っぺがしてやる。この面を剥がすには骨が折れるぞ。お前らながら俺たちが止める。お前らってどういうことだこの野郎。マダラってあいつのことだろバカ野郎。違う戦場で本物のマダラが出てきた。お前は偽物だ。お前一体誰なんだって。俺は誰でもない。誰でもいたくないです。ただ月の目計画をなせれば、絶望しかこの世界に存在する価値はない。お前たち人中力は二重を取り付けさせられ、絶望ばかり。違うか、お前たちだったらこの絶望を少しは理解できるか。二重と一緒にいることが幸せだと勝手に思い込むんじゃねえよ。行くぜ、B! おう、いいよ。吹っ飛ばしちまえ。八尾がサビのキラー B だぜ、俺様が。ウィー！二重ハチマキ！ナルトたちは巻き返しを狙うが、人中力たちのうち3人が微重化して猛攻撃を開始する。終わりだ。撃木ノ葉金剛力戦法。人中力たちが微重化し追い込まれていく中で、ナルトは四尾と呼ばれる微重と意思の疎通を行う。四尾との会話でナルトは九尾の本当の名がクラマであると知り、仲良くなりたいと強く願う。美獣たちと友達になりたい。それはナルトの心の底からの思いだった。いつかおめえの中の憎しみもどうにかしてやりてえと思ってる。それは堅くなだったクラマの心を溶かし、ナルトに助力することを決意させる。今はもう化け狐じゃねえ。おめえはこの葉隠れの俺とコンビの。全部やる。それ、お前に絶対勝つ。
激化する戦いの中で、ナルトはトビに操られる美獣、そして人中力たちと対面する。美獣と人中力は自分たちの名前をナルトに明かし、人と美獣の未来をナルトに託す。彼らの思いを受け取ったナルトは、人中力たちから美獣を引き剥がすことに成功するのだった。ナルトの成長ぶりが少しずつ、しかし確実にトビの思惑を上回り始めていく。トビは自分の計画が狂い始めていると感じるのだ。ナルトたちがトビと激闘を繰り広げていた頃、サスケは永遠の魔眼鏡をシャリンガンが獲得し、戦場上に向かう。その途中で江戸転生で蘇ったイタチと開口する。イタチは戦場を混乱させる江戸転生を止めるため、実写であるカブトマンの味を演奏を中心だ。サスケは死んだはずの兄に思いの丈をぶつけるが、イタチは多くを語らない。図らずも兄弟二人で簡単な対峙する形となる。カブトはオロチマルを超える存在を目指し、オロチマルの細胞を体に取り込んでいた。その影響によるカブトの変貌に驚きながらも、サスケはイタチと共に戦闘態勢に入るのだった。イタチ、あんたはいつも俺に今度の後でだと嘘つき、何してんだ。だから今度こそ約束は守ってもらう。ああ。さあ、おののくくわに、仙人がただした、この僕の力に。まさか仙人の力を握りに行くのか。かかりに見合うと挙動だが。仲良くこの僕に挑むわけですか。ものすごい。さあ、この完璧な力を、この僕にどこまで抵抗できるか見せてもらう。さこの程度か。オロチマルの残り物を移植しただけで時間だな。これを僕の全力とでも。だったらめでたい大会だな、君は。さあ、こっちだ。こっちだ。こっちだ。僕は倒せないんだよ。そして、わかった。今はもう、あんたに守られるだけの存在じゃない。目的は、奴に伝説を解き明かせることだ。だが、今なら、おろそしの力を入れてるようだしな。そう、本当が守りがねえよ。さあ、どうした。けどもはや完璧な僕にはこの程度の傷。引き
わけはしないんだよ。大した体力だな。どうする？俺に任せておけ。やつを同時的にはめる術に一体何を言うとおり話している暇ならないよ。せめもぶっ飛ばせ。ここはだよ。どんな能力の合わせも僕誰も届けはしないのさ。サスケ、サスケ、俺これから離れるな。知らないお前が今何を求めているこちらも近づかれている。だがもう少し時間がかかる。
でしょう、ウチハの力は。押されているぞ。大丈夫か。焦ることはない。ここから巻き返す。オロチマル様。サスケ、サスケ君、何を追いかけた。僕も同じだ。僕は君の理解者なんだ。さあさあさあ、耳を貸すな。やつは俺以上に進んだ。さあさあ、さあ、悩みや矛盾を抱えているか。俺は木の葉の内灰たちだ。さっさと呼べ。俺はまだ飛んで。カブト、さあ、行け。まだだ。僕にはオロチマル様の力がある。言ったはずだ。お前の行動パターンは分かったと。これよりイザナミに入る。こちらも言ったはずだ。何もかも手のひらで踊ってると。君も例外ではないんだよ。サスケ、俺から離れるな。まるでデジャブだね。もう見飽きたよ。
サスケ、俺から離れるな。何なんだこれは。お前は俺の道術にはまった。そんなバカな、僕は完璧なはずだ。そんな僕が。わからないのか、お前は決して完璧ではない。うちハイタチ。奴はこのループから逃れることはできない。運命を決める術、これがイザナミだ。俺の道にもようやく終わりが見えた。父さん、母さん、あの時たもとを分かった道も、これで。己自身を認めてやることができない奴は失敗する。今の兜のように。そしてかつての俺のようにな。確かに兜のやっていることは間違っている。だがこいつだけを責めるのも間違いだ。兜には俺と違い、死ぬ前に気づいてほしい。読み。兜を拘束したイタチは江戸天聖の術を解く印を発動させる。自ら消え去ろうとしているイタチに対し、サスケは兄を苦しめたこの泡くれの里を許せないと伝える。イタチの願いはわかるが、しかしそれでもイタチが守った里を必ず潰す。お前がこれからどうなろうと、俺はお前をずっと愛している。